はい、どうも皆さん、こんにちは。山猿です。はい、というわけでね、117水循環エリアやっていきたいなと思いますね。で、今回もちょっとボルマ、ボルマ、あれなんだろう、あんま使ってなかったんですけど、いつ使ったんだっけ ?116 で使ったんだっけ。そうですね、はい。チャプター116でね、ボルマ使ってなんかちょっとね、好きになっちゃった。ボルマーが好きになってしまった。まあ、やっぱ星6スキルは強力でしたね。はい。まあ、なんでね、一応星6みんなもね、やりたいなーってやっぱ思うんですけど、まあ、ちょっとね、もう今回もちょっとボルマーで117いきます、これで。装備はこれでいきます。まあ、ちょっとね、ステータスは低いんですけど、まあいけるでしょう。うわー、縦長ー。俺の嫌いな縦長ー。さあ、勝てるか。ぶっちゃけ撤退が強すぎる、普通に。ガーディアン。一旦、ガーディアン。だから、ボス1までに、あれをしなければいけない。クライを手裏剣に変えなければならないんですけど、果たしてそれが、いけるのかいけないのか。いけない気がしてきたね、これは。まあ、最悪、なんとかなるとは思うんで。まあ、ただ、ボスが、どんなやつなのかによるけど、あいつだったらきつい。あいつ。危ない。あいつだときついん、うわ、サッカーボーリング来ちゃった。どうしようかな。一旦スニーカー取っておきましょう。あれみたいなやつが一応ノックバックされるから、まだマシっちゃマシなんですけどね。これノックバックされなかったらきつかったね、マジで。さあ、ちょっときついぞ。はい、ガーディアン。待って、ガーディアンばっか来ても困るんだよね。ガーディアンばっか来られても、ちょっと困るっていうか、はい。ちょっと厳しいところはある。さあ、エリート来てるよ。ガチっすか。ちょっときついぞ、それは。じゃあ、だったら。マジか。マジっすか。きついぞ。ちょっときついぞ。いや、今ね、これ来られても困るんだよね、普通に。クナイが一個も来ないっていうか、ドローンケースら一回も来ないってどういうことよ。それはきついぞ。OK。もう取っちゃう。絶対なんないから取っちゃう。1個かー。いや、しかもガーディアンゴミだな。ちょっと待って。ひどい。これは。今回ひどすぎる。せめて区内4とかになってほしかったんですけどね。これちょっときついぞ。なるかこれ。いけるか。ガーディアンばっか来るんですけど。は?いや、いらない。こんなガーディアンいらない。ちょっと待って。もうすでに星5はいらない、ガーディアン。逆。今欲しいの、区内。やっと来た。やっと来たよ。てか、ドローン系まだ一回も来てないんですけど。うわー、ははー、ドローン。さすがにこれはドローン。オッケー、こいつらノックバックするから、まだやりやすいわ。オッケー、攻撃力高い、うわ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 。ちょっと待って、きつい。待って、磁石ない、磁石。磁石探してるんですけど、僕。うわ、マジ磁石ないの?出てこない。磁石出てきて。磁石出てこないの?お前でしょ、どうせ。あ、違った。お前か。お前はまだやりやすい。君はまだやりやすいよ。あのさ、犬さ、お前、自滅じゃん、それ。あ、これはやりやすい。こいつは全然余裕。よかった。一匹目のボス、これでよかった。本当に。お前じゃなかったら積んでた。よかった。はい、磁石取って。で、これまでに、区内、よし、あと行こう。もう一回来ない?区内もう一回来ない?マジで?火力足んないよ、これ。いや、取ろう、これ、ちょっと。3つ以上。よし。いやー、区内に来て、それは。そこは区内に来てほしかったな。はぁ、死ぬ。いや、運が悪すぎる、これは。これに関しては、本当に。ちょ、強行突破。寝返り工作ですね、とりあえず。マジで?きついてーもうちょっと。ちょ、俺、寝返り工作じゃなくて、区内欲しいんですけど、マジで。ちょ、本当に。一回死ぬわ。一回死にますよ、これ。はい、コンティニューして。区内来いよ。ありえない、マジで。普通にありえないんですけどね。マジで、ありえないですね。普通にね、これね。
なんで？なんで来ないの？なんで来ないの？本当に。どういうこと？いや、一回死ぬわ、これ。一回死にます、これ。絶対無理。絶対無理です、これ。うん、無理無理無理。無理無理。来ないか来ないもん。無理無理。そんな無理があってんじゃん。あ、そうだ。ちょっと話変わるんですけど、皆さん、アップデート来ました？アップデート。僕、来てないんですけど。なんか13日、14日から順次リリースとか書いてあったんですけど、まさかのまだ来てないんですよね、僕。皆さん来てますか？アップデート。よし、OK！ それでいい。三つ一応来いよ。まあ、行こうか。まあまあ、しょうがねえ。1はうざいけど、まあ許す。これをしたかったの、僕は最初に。ほんと、運ゲーだからね。ほんと、もうちょっと、たまにイライラするよね、このゲームね。いやー、ほんと、アップデート早く来ないかな。マスターヤンがマジで気になる。ほんとに。マスターヤンが。いやー、どういう性能なんですかね。S 級。初 S 級キャラクター。サバイバー。さあ、ボス1余裕で倒せるでしょう。まあ、ドローンかな。とりあえず、ドローンをさっさと取って、僕としては、ガーディアンを、はい、早く取りたい。はい、弱い。宝箱取って、三つ以上？いいよ！いいよ！でかい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 。でかい、でかいよ、それは。それはでかい。もう全然違う、さっきと。もう落差が全然違う。さあ、冷却ポーションが全然生成されないんですけれども、はい、取っちゃって。あー、高性能バケかな。エナジーキューブでもいい、いや、エナジーキューブ取んなくていいかな。あー、でも、ガーディアン取るからな。とりあえず寝返り工作取って、爆薬推進機。あれ、冷却宝箱は？冷却宝箱。あー、上出てきた、上出てきた、上出てきたから行っちゃう。スニーカー取って、ここで一旦イモります。冷却ポスト、ただボスってかエリート来たらきついから。いや、撤退が強すぎる。撤退が強すぎる、マジで。撤退がやべえ。はい、ドリルショット。磁石ないかな、磁石。磁石どっかないですかね。この火吹いてくるトカゲがね、マジでどこでも鬱陶しいんだよね、本当に。お前まだどこにでも出てくるよねって感じ。ほんと、ゴキブリ並みの生命力。端っこ寄って、端っこ寄ってって感じかな。ドローンして。で、次、あれ来るっしょ？どうせ。どうせあれ来るっしょ？動きます。ちょっと、ちょっと。オッケー、磁石来た。オッケー、はい、破壊者来て。ガーディアン来てくんだから、ガーディアン。ガーディアン欲しい。ガーディアン来てくれたら嬉しいんですけど。あー、忍法書でもいいな、別に。変に。あー、これ、そうだね。ガーディアン以外ありえないんで、ちょっと忍法書取ります。あとはエリートが、多分、密かに来てるはずなんで、そこだけ、意識しながらって感じですね。うわ、来た！よかったー！粘ってよかったー！諦めなくてよかったー、マジで。あー、来てたね、来てたね、今ね。はい。ドリルショット取って、はい、これで、ホイッスルショットなる。1個か、微妙ですね。いや、マジ、ホイッスルショットがね、やっぱレジェンドのテックパーツつけると強いわ。いや、でもやっぱ破壊者がやっぱおかしい。まあ、寝返り工作はちょっとあれだけどね。破壊者がやっぱ異常ですね、やっぱり。さあ、第2のボス、さあ、なんだお前は、誰だ？誰が来る？ドイツが来る。はい、協力銃弾。ドイツ。お前か。いや、先に討伐しちゃうな、これ。先に討伐しちゃうね。あー、撤退ができないんだよね、撤退がね。3つ以上。いいよ。いいよ、結構いいよ。その組み合わせいいよ。え、なんか死にかけてる。なんで？あ、ピンクボールだ。当たってんだ、ピンクボールが。さあ、多分こっからちょっとね、ガーディアンないときつい気がするんだよね、マジで。いけるか、果たして。ギリギリまで粘って、ギリギリまで粘って、あ、でもそっか。結局、あれだ、寝返り工作があるから、近づけないんだ、最終的に。帰っちゃうから。敵が帰っちゃうから、ガーディアンとか関係なしに、いけるわ、これ。あ、磁石あったんかい。エナジーキューブ。
はい。ちょっと範囲広げますわ、範囲。範囲広げた方がいい気がする、これ。もう帰るっしょ、こいつら、すぐ。もう帰って帰って、もう帰って帰って、帰ってください。うわー、まさか来た、まさか来た。わんさか来たが、わんさか来て、エリート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 来てる、エリート来てる、エリート来てる、エリート来てる。エリート来てて、はい、サッカーボール。オッケー、倒した。3つ、1個ね。まあ、協力10段来い。あー、まあまあ、そっちか、そっちでもいいんだけど。ちょっとずつ上に上がりつつ。いや、これはいけるっしょ。これ勝ったよ、絶対。油断さえしなければ。あとは、あれがないときつい。無理やり行ってもいいんですけど。OK。なんか取っちゃった。はい、サッカーボール。とりあえず、ポーションの近くに解かないと、攻撃手段がなくなっちゃうんで。OK、ここに3つあるね。OK、OK。回復自体はね、ダメ、あ、体力は、回復はできるんですけど、冷却ポーションないとね、きついから。はい、上に行きつつ、上に行きつつ。回復はできてるね、余裕で。OK、OK、磁石もある、ポーションいっぱいある、OK、素晴らしい。これは勝った。うわ、危ねえ、エリート来てた、危ねえ、危ねえ、危ねえっていうか。あ、死んだね、これ。ちょっとエリートきつい、いつ。1個かー。安い、まあ、いっか。いや、やっぱ破壊者強いな。手裏剣とホイッスルショットも強いんだけどね。さあ、あと2分。果たして勝てるのでしょうか。待って、下に何かある、下に何かある、宝箱がある。なんで宝は取りたい、宝箱は取っときたい、さすがに。 OK、 3つ以上、ういよ。おー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 、いいよ。そろそろ磁石を探したいんですよね、そろそろ。ちょっと磁石が来ないのきついぞ、磁石来ないのは。こいつらがノックバックしてくれて助かる、本当に。いや、マジか、磁石ない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 か、ないか、磁石。まあまあまあ、え、お前なの。うわうわうわ、なになに、うわうわ、わからんわからん、よいしょ。うわうわうわ、一撃が、え、なに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 、まあ、まだ一回も死んでないから。あ、一回死んだっけ、あれ一回。弱っ、よかった、勝てたー。はい。というわけで、117章ね、なんとかクリアできましたね。いや、やっぱ、ボルマの撤退強いわ。うん。勝手にいなくなってくれるのでかいですね。今、エレナと、今、競ってる状態ですね。ボルマに関しては。まあ、星6だからね。まあ、エレナが星6になったら、エレナの方が好きになるんじゃないか。あ、どうだろう、これ。クリティカルヒットが決まると、ホログラム投影の効果時間を最大6秒延長できる。あ、どうだろう、これね。いや、これ撤退が強すぎるね、これ、とりあえずね。撤退が。まあ、ちょっとね、この調子で、一旦ちょっとボルマーでやっていこうかなと思います。メインチャプターは。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。